藤ジが芸能界から干される前にやりたい銃のことは、2016年4月26日から2018年9月19日まで、アベマ TV で配信されていたバラエティ番組である。推奨ハッシュタグは、藤ジモン藤本敏文が、もし明日芸能界から干されてしまったら、という想定のもと、ゲストが、藤本とやり残したくないことをじゅっこりクエスト、その、願いに応えていく。 バラエティ番組。番組タイトルは10のことであるが、週によっては時間内に10まで収まらない回もあり、千鳥のゲスト回に至っては全く行わなかった。また、回を重ねるごとに藤本と全く関係のないお題が増えているため、時折タイトルが、藤本が芸能界から干される前にがやりたい10のこと、と変更されている。 原則生配信で出演者は藤本をこよなく愛しているという前提で愛藤本と書かれた色違いの T シャツを衣装としている。2017年2月7日、配信分より23時から24時までの1時間番組に短縮。2018年8月15日、番組内でアベマ TV から干されたことを理由に9月いっぱいでの終了を発表。 2019年10月、藤本の配偶者、木下幸菜のスキャンダルの余波で再放送とリスト公開が中止された。2021年1月20日、特別番組、藤本が引退するまでにやるべき10のことをアベマで配信。2年4ヶ月の番組復活となる。復活に合わせ一部過公開がアベマビデオでアーカイブ配信された。シャトーアメーバのスタジオに、 2016年の番組スタート時には中央に大型ビジョンを備えたパステルカラーのセット。2017年5月以降は海の家を模したセットが立て込まれ配信される。2017年4月5日はアベマ TV1 周年記念と題して渋谷 VR パーク東京カラロケ。2017年8月30日には初の3時間特番として千原ジュニアとチャンスと 藤崎七子をゲストにハウススタジオから配信した。チャンス大嬢はこの時、ひとし松本の滑らない話で話した、埋められて、の、エピソードトークを披露している。2017年11月1日、第55回では、例のお三人さんが72時間放送する、番組セットの立て込み、技術確認のため、スタジオが使えずシャトーアメーバカミン室から配信。 収録スタジオを間違えた藤本が遅刻するハプニングが起きた。2018年2月28日、第68回、トータルテンボス救済企画。藤本が芸能界から干される前にやりたい銃のこと、では、秋元康関連の特番のためスタジオが使えず、ミーティングスペースから配信した。2021年1月20日の特番では、 番組セットが半年前に処分されたことを理由に、セットが青空を基調としたものに新調された。以上が基本フォーマットであるが、前述の通り、藤本以外は出演者が固定されていないため、藤本以外が全員女性。藤本以外は全員初登場という回もあった。過去の週替わり女性アシスタント過去の週替わり、新興ゲスト2018年9月19日配信の 最終回では、純レギュラー陣がやりたい獣のことと題され、初めて歴代ゲストから純レギュラーが設定された。純レギュラーとなったのは MC からパンサー向井里しずる、村上淳。アシスタントからは、朝比奈博士、大川愛。ゲスト枠からは、須田明、ダイアン、さらば青春の光、ライスタどころひとし。なお最終回には、 藤本の相方である現西高行も初めて出演している。ゲストがやりたいことの内容は様々であるが、予算都合から希望のものからグレードダウンされることがある。また、地上波でできないことイコール下ネタになることも多く、2017年5月以降のロゴでは、銃のことの銃の部分がエロに読めるロゴタイプになっている。ただし、藤本のキャラクターから、鎮火は洗濯ばさみ。 陰謀選手権など小学生レベルの下ネタである。藤本が行う打ち合わせは、誰がゲストかと聞く5秒だけと語っている。2017年10月より、アベマビデオ、YouTube にて、藤本が干される前の特典映像を配信。ありがとうございます。